我らはバニー&バロン、 IC レンドリングの首をもらいにやってきた。やはり来たか、バニー&バロン。お前たちの蛮行もここまでだ。うわー、たくさん来た。どうするバロン。想定の範囲内だ。使え、バニー。魔法さ、ただ念じるだけでいい。亡霊よ来たれとな。うわ、何これ。俺の力をお前に分け与えている。これでお前もスペクターというわけだ。いろいろやってたのってこれだったんだ。さあ続けよう。撃てば撃つだけ当たっちゃうかも。油断するなバニー、まだ奴が動いていない。奴って？ゼシル・ウェン氏、 IC レンドリングの子飼いの犬。あー、あの殺しても死なないやつか。気持ち悪いよね。弱点はあるはずだ。そこを捉えてつけば。よせ、バニー。あなたたちは IC レンドリングですか。はあ、何言ってんの。何者だ。今はイルガンノです。 IC レンドリングを殺すために私はここにいます。へえ、だったらお仲間ってこと。まあそうなるか。イルガンの選択肢をやろう。俺たちと協力して IC レンドリングを打つか、そうしないか。そうしないなら硬い頭をぶち抜いて柔らかいものをぶちまける羽目になるだな。わあ、構いません。 IC レンドリングが殺せるのならばそれで。何ですか、密談ですか、ご相談。楽しそうだな。混ぜてくださいですよ。来たか、ゼシル・ウェン氏。来ますとも来ますとも。俺の勝利が、快感が、ガン首揃えて並んでますから。ここは俺に任せろ。私は。君も行け。ただし IC レンドリングの首は取るな。あれはスペクターが撃たねばならない。死なないでしょ、バロン。スペクターは死なない。遊撃し混乱起き次第、奴の屋敷へ。お肉大盛りだからね。ああ、お前一人で食い切れるならそうするといいさ。
シーレンドリングはどこですか。それを殺さなくてはならない、そう約束したか。殺してどうするんです、満足。死にます。狂ってる。あなたがそれを言いますか。ひたすらに血の匂いをまとうあなたが。センシティブで可愛らしいですね。あなたは敵ですね。ええ、ずっと昔から。あの時みたいに刺し殺してあげますですよ。あの時。じゃあれ忘れました。俺ですよ、俺。懐かしいですか。お前の親がどんな声で泣いたかまで俺は覚えてますよ。何を言っているんですか。頭悪いです。お前をかつて刺したのは、お前の両親を刺したのは、お前の姉を刺したのは俺ですよ。今でも覚えてますよ。あの時俺は調整中で、状態を見るために少しばかり運動。ギャッ、いって。あなたが私の家族を。そうです、お前の家族を。ギャッ、許せない。あなただけは。本当に脆いな、お前たちは。遊びの部分が多すぎる。家族ですって、そんなもの持ってるから弱いんですよ。なのに戦いそのものの俺に勝てると思ってる。おかしいったらないですよ。ほんと。痛いでしょ。お前は俺と同じく魔力で動いている。痛めつけ方は大体わかります。どうして、なんで私の家族を殺したの。うるせえな。どうしてもなんでもないですよ。助けなんて来ない、救いなんて訪れない。お前たちの絶望に理由はない。理不尽、不条理、悪辣、悪質、邪悪、醜悪、それが世界だって分かればいいのに。どうしても何でも全て虚空に消える虚無、意味なんて何にもない。理解しましたか。しましたね。じゃあ死になさい。これはあの時の弾丸。幸運ですね。懐にしまい込んだ弾丸でナイフを弾くとは、今はの際の哀れな犯行。でも、残念無念です。命運は尽きたですよ。
もう死からは逃れられない。うめくですよ。なんでとどうしてと呪うですよ。苦しいと悲しいと。その呪詛こそ世界と心臓に刻んで果てる。助けなんて来ない。救いなんて訪れない。絶望こそが世界の定めなのだから。なるほど。それも道理。この世は無常、血風逆巻く因果の戦場。されど引く道ありはせず、ならば切り結ぶより他になし。遥かより彼方へと、我が身、我が剣、今ここに。義はなくとも助立ちいたす。なんだ、面白くなってきた。獲物がまた増えるだなんて。獲物、ああ、獲物でございますか。この身は刀そのものなれば、確かにおっしゃる通りかと。肉体を切らずに俺だけを切ったですか。バカな、どういう理屈で。お前、何ですか。刀に取り付く化粧の類、人呼んで、カゲロウ。あるいは、この地に降り立った希望の一つです。一度です。この鑑賞は一度だけ、二度はない。だから奇跡と知りなさい。感謝する。俺たちが必ず救ってみせよう。試練だか危機だかピンとは来ねえが、まあケリはつけてやな。うん、私は恐れない。この身、刀なれば行く道を切り開くが定めです。いいでしょう。運命に選ばれし、いえ、運命に打ち勝った者たちよ。行きなさい。無限の過ち、絶望、不可能、こぼれ続ける世界の命運を今その身に託します。苦難の果てに決断の時が来る。天秤傾き、世界は揺れる。時空を超え、運命に打ち勝て。
頭がクラクラしやがる。ここはあいつが言ってたレヴィールなのか。はて、少なくともウェルサではなさそうですが。チッ、ベラベラ喋りやがるくせに肝心要をぼかしやがる。おい、フローゼス、これから一体どうすりゃいい。返事ないな。ふざけやがって。干渉は一度だけと言っていた。それが奴の決まりなのだろう。どのようにいたしましょう。レヴィールで起きた試練、そこで何かを誤った結果、レヴィールはウェルサと化した。試練を超え、過ちを正す、それが俺たちの目的だ。しかし何が過ちなんだかさっぱりわからねえ。だな。なんだ。抗いし者どもよ、その本分を果たし本領を発揮せよ。引き金は引かれた、故に飛び立て。うわ、戦ってるのか。そのようですね。慣れ親しんだ匂いが立ち込めてまいりました。今も昔もバカばっかだな。どうする、俺らも混ざって追っ始めるか。混ざる分には賛成だ。戦の混乱に乗じこの地を探ろう。どこかに必ずあるはずだ、この世界の過ちが、乗り越えるべき試練が。絡まれたらぶっ飛ばしていいんだろ。ほどほどにな。では一度別れよう。その方が効率がいい。承知。また会えるよな。なんて面してやがる。笑えよ、キュービのジョージャー。一度きりのやり直しなんだ。派手にやらなきゃ面白くねえだろ。私はお前ほど単純じゃないんだ。困ってたって助けないからな。困るってんならもう困ってるよ。何せこのレビールとやらの空はちょいと俺には眩しいぜ。じゃあな、死ぬんじゃねえぞ。では私もこれにて。ああ、健闘を祈る。ご分。世は血に濡れて行くあてもなく、喧騒だけが耳を打つ。だが今の俺には目的がある。世界を救うという目的が。故に果たす、果たしてみせる。全くもって不可解、不可思議の極み。見覚えも身に覚えもない場所なのに、なぜか心が揺れ動く。私はこの地を知っている。果たしてどんな因果がレヴィールをウェルサへと変えてしまったのか。この乾いた空気をよどんだ正気に変えたのか。うるせえな。
あれは私が、いや私の刀身がうずいている、あの方のもとへ行けと。もとより道なき道を進むが定め、意識の切っ先が示す方へと歩を進めるは、これもまた一つの道理か。いざ参る。助けなんて来ない、救いなんて訪れない、絶望こそが世界の定めなのだから。なるほど、それも道理。この世は無常、血風逆まく因果の戦場。されど引く道ありはせず、ならば切り結ぶより他になし、遥かより彼方へと、我が身我が剣今ここに。義はなくとも助太刀いたす。なんだ、面白くなってきた。獲物がまた増えるだなんて。獲物、ああ獲物でございますか。この身は刀そのものなれば、確かにおっしゃる通りかと。肉体を切らずに俺だけを切ったですか。バカな、どういう理屈で。お前何ですか。刀に取り付く化粧の類、人呼んで影楼、あるいはこの地に降り立った希望の一つでしょうかね。希望？馬鹿げた言葉を今更どうもありがとう。そんなもんはない、ありはしない。この世界は絶望だけでいっぱいですから。あなたの言葉で少しこの地を返しました。どうやら今は分水嶺、やはり世界の分岐点。絶望が勝つか希望が勝つか、一つ力比べと参りましょう。あなたは味方なのですか。おそらくは心の信号で、あなたを助けねばと感じておりますゆえ。さあ寮の足でお立ちなさい。戦はまだ終わっていません。勝ったと思ったら勝てないなんて、だからどうにも面白い。戦を好みますか。その気性理解はできますよ。倒します、あなたの全てを。